いつもご視聴いただきありがとうございます。赤堀です。おつぐり。さあ、なぜここに来たのかもうお分かりだと思います。後ろにある卵にひびが入ったと聞いてやってきました。これは何の卵でしょうね。ヨッシーの卵に似ている気もする。ないない。この卵どれくらいの大きさなのか比較してみましょう。目安となるのがバスケットボール。大きさはだいたい直径24センチ。かなりアバウトですが、高さはだいたい60センチくらいかな。皆さんもよく知っている鶏の卵、だいたい6センチ。そして世界一大きな鳥、ダチョウの卵がだいたい3倍の18センチ。例えば、オスのダチョウは高さがだいたい 2.5 メートルになるみたいです。単純計算、それよりも3倍以上大きいとなると、卵が孵化して大人になるとこれくらいに成長するかも。こんな恐竜がバトロワ島を歩き回ってるとかもう最高すぎませんか。ここの近くを通る際には卵がどうなっているか見てみてください。それでは参りましょう。検証スタートです。
今回の検証はいかがでしたでしょうか。たまに謎爆発があるものの、クマちゃんフィッシュは大いに使えるかもしれませんね。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな検証してほしいがありましたらコメント欄で教えてください。皆さんの高評価、その1票がとてもやりがいになります。どうぞ高評価をポチッと押してください。以上、赤ゴリでした。バイバイ。おつぐり。